日本財団が推進する海と日本プロジェクト in 新潟。今日はここ大型区の海にまつわる民話をご紹介。この民話は地域の方々が紙芝居にするなど大切に伝えられてきたお話です。その昔、明神様の常夜灯を目当てにたらい船で通ってくる不思議な娘と恋に落ちた頑固の若者。毎晩2人は恋を語り合い、夜明けには娘は佐渡に帰るのでした。伝説にはこれを後世に残していくということで紙芝居作りを始めた。やはりこのガンゴ湾、あるいは大型については海とは来ても切れないということをやっぱり子どもたちに伝えていきたいなと思いますね。ある晩、若者は母親の決めた言い名付けと合っていたため明かりを灯せませんでした。娘は溺れ死んでしまい、これを悲しんだ若者も自ら海に身を投げてしまいました。結ばれなかった2人を哀れに思った村人たちは丘に埋葬し、肥沃塚を建てました。その塚はいつしか人魚塚と呼ばれ、今もなお語り継がれています。物語を通して何世代にもわたり伝承されている地域と海との短さ、地域の大切な宝として海を親しむ心を伝えています。海と日本。